これからは、機会があったらできるだけ外に出て、体を動かしていく。それが健康のためで、それで、私はこの辺に来るようになったのは、一つは、その山口県から島根県にかけては、日本列島ができた頃、2500万年前って言われてるんですけど、その頃大陸から日本が分かれるんですけど、その時に四国九州はくっついてまして、それでさらに山口県がくっついてたんですね。山口県がくっついてて、そこから先東はどうなったかって海なんですよ。だから古い陸地なんですね、山口まで。ところが山口県というと人間が引いた線ですから、高いですから、自然の境は多分もうちょっと東に来てて、この辺まで。だから遥か昔はこの辺が海岸だった。それでということは、そういう境に未だにそういう境が残ってて、あんまり移動しない虫は九州とくっついたまんまだって、看板関係はないんですよ、私には。それでここで一番多い、皆さん撮った中にもたくさんありましたけど、九州イギモスゾウシって名前がついてるやつはもともと九州に多いからで、でもここら辺にもいますよ、普通に。その意味ではこの辺は九州の妻だ。関門海峡がないんですね。それでどこまでそうなのかと思って、50年ぐらいこの辺をずっとゾウムシ取ったりで、ゾウムシは桜の木とかそういうのについてるんで、隣の木に飛ぶぐらいしか飛ばないんで、それも千万年の桁で広がらないんです。で、学校で習ったかもしれませんけど、左から静岡構造線になりますね。あの構造線は今完全にくっついちゃって、西と東の陸地は区別がないんですけど、虫で見るとちゃんと区別があります。構造線の東側と西側では虫が違う。そのニオゾウムシは間違いなく左から静岡構造線に沿って境を持っていて、西のものは東に行かないし、例えば、なんか変な音がしますね、うん、いいですか、はい、なんかやってください、ゾウム先生ちょっとやってください、ゾウム先生、ちょっとつけてもらった方がいいかもしれません、はい、やって、自分で、はい、自分でやって、こんな感じで普通に話してみると、はい、はい、例えばですね、今の構造線でいくと、松本盆地は構造線で東じゃなくて北アルプスが西になりますから、北アルプスので取れてる、取れるのが松本を越えて向こうへ行っていない。そこら辺の道端で取れるようなんですから、いてもいいはずなんだけどないんです。大抵の人が聞くのは、なんか餌が違うんじゃないですかって言うんだけど、実はそうじゃないんで、餌にしてるってことはいくらでもあるんですよ、どっち側にも。虫が行かない。いや、そういうことがあって、この辺は特に面白いんで、その日本列島ができた時から陸地があったのは、さっき言ったように山口県と島根県の一部、広島の一部ですね。広島の一部というのは広島の一番西の方、広島は西部山地と言ってますけど、その辺までで、それでどこが境かと線が引いてあるわけじゃないので、調べるしかないんですね。
ずっと調べてます。大体境が分かってきたんだけど、なんていうの、時間が長いんですよ。1000万年とか2000万年とかそういう範囲だから、まあ細かい点は当然ずれちゃう。例えば山口県と広島県の境、長尾山って山がありますけど、そこまでは西なんです。虫を取ってるとそれは分かる。鳥取先生の中に風が入る西なんて持ってただこれ風が起こったりマイクが優秀で私の声より風の方が一緒なんで中央構造線で変わってくるんですか。あの、中央構造線の東は海だったんですよ。で、小さな島がたくさんあって、例えば日光とか秩父っていうのはその頃から島でした、はい、それでそれがだんだん陸地が間にできて持ち上がってくっついたんですね。で、中央構造線っていうのはむしろ中京っていう島があって、その東側の海岸なんですね、はい、それで虫がそこの線をまたいで別のものになるってことですか。それはまだわからない。グループ名を隔てて分かれていると、こっち側のグループとこっち側のグループは別な形で進化してるんですね。少し、はい、違う分それがもう一回くっつくと間違い種類になる。でもその道路一本またいだら、そのもう こっち側にいてた虫がいなくなるっていうことですね。 そうですね。それは なんでなんですか。その海と関連してくるんですか。いやだからその歴史ですね。ずっと昔から西のものに虫にいて東に行かない、まあ、昆虫 その法則みたいなもんですか。いや法則だとかあったけど、いろんな都合があるんでしょうねあっちへ行きたくないへえーそういうのが出てくるから面白いんですよ。調べてると、例えばそういう目で見ていくと、沖縄は本当然本土って九州って言いますよね。じゃあ沖縄と九州の間にいっぱい島ありますけど、どこから沖縄になってどこまでが九州か。例えば屋久島は間違いなく本土ですだけど、トカラ列島は途中で沖縄になります。トカラ列島村ですけど、伊東島なんですけど、南の方はもう沖縄ですね。はい、それから、例えば石垣とか西表となると、ゾーン紙で見ると、フィリピンのものが入ってますから、あそこまでフィリピンですよ。今度地図見るときに、そういうのを考えてみてください。だから、まあ、今の取ってるその九州広島みたいなやつを四国で調べると西と東が違うんですよ、ね、四国はその非常に古く表面とは分かれた頃西と東は別な島なんですよ。四国って浜が2つくっついた形してるやつ、あの細いところで多分切れてた。だから切れてる間に西と東で虫が違っちゃって、今になってると別の種類になってる。四国は島は小さいんですけど、もともとあれは2つあったんですよ。それうちに帰って五郎さんたちは吉野川をよく見てください。吉野川ってこういうふうに流れてますから、一つの人は知ってると思いますけど、徳島へ流れてるけど、普通さかのぼると池田で急に直角に南に下がって、また直角に曲がって三浦山に曲がる、2回直角に曲がってる変な顔でしょ。しかもその南北にこう曲がって流れてるところは四国の中央山地という山の一番高いところを作られるんですから、大化け小化けの名所ができる。
どうして山を、山脈を買わないといけないんですか？おかしいでしょ。だからやっぱりどっかで、別な川が必要だ。地形が変化してね、こうなられたか、こっちになられたか、つながったんだよね、多分どっかで。あんまり関心なかった人は、帰ってきて、吉田さんの流れ方を見てみて。船で、変な川ですよ。船にたまたま乗って移動してくる。あ、それはあります。もう子孫が、増えられればね。あ、船に乗らなくても、流木で分布を広げるんですが、かなりです。だから、小笠原諸島とかね、さっき石垣とか、西表では出てるんだけど、減ってきましたけど、いずれにそれは、多分海の通ってなるんですね。流木っていうと、今の人は自分が見て木で判断するけど、人間が出てくる前は、木っていうのはものすごく大きな木なんだ。海岸近くでも、こんなの、それが倒れて、台風かなんかで、海に流されると、虫にしてみればほとんど島が流れてるんだと思うんですよ。今の火が流れたって、人間が来ちゃったら、小さいのしかないですけどね。樹齢何千年っていう、それこそ縄文杉みたいなやつが流れてるわけですから、それはもう島ですよ。木に関してちょっと聞きたいんですけど、グランドキャニオンとかっていうのの、はい、あれは木が化石化したものなんですか？っていうふうにちょっとちらっと噂を聞いたというか。いや、メタセコイアなんですね。メタセコイアっていう木でしょ。はい、ものすごくでかい。はい、根元車が通ったりしてですね、飛んでるわけ。はい、だから今の他では化石で見つかるっていう意味があるんですね。あ、古い木なんです。グランドキャニオンの大きいのは別に木ではないっていうことですね。あ、違う、ボンタンキャニオンか、あれが木だったっていう説も聞いたことあって。あ、そうですか、はい、ちょっと小さ、すいません。ただ虫はそういうふうに土地によって違ってくるんですけど、それはどのくらい移動できるかなんですね。これ種類によってそういうの違うんで、日本でよく知られているのに一番移動する蝶はアサギマダラという、これから出てきますけど、島のやつは通過していきまして、南で生まれたやつが北へ上がっている。それでそれは鹿児島の福田春夫さんという方が挙げたんですけど、アサギマダラを捕まえたら羽にマークを自分で入れる、自分のマークを、そうすると蝶の好きな人に残す、その蝶はアサギマダラどこか飛んでった時にまた捕まえるとか、マークがあるから、ここで取れたっていう、マークつけた人に報告する、そういう、試みを始めて、今はもう何十年かになっていて、よく分かってきましたけど、沖縄でマークされた先ほど、東京で取れましたから、そのぐらいだと思うんですよね、今日は。そういうのは、さっき言ったような、記憶の際のどうもっていうのは問題にならない。でも今捕まえてるのはゾンビなんて、こっちの駅から隣駅飛ぶぐらいはついてるんですから、そんな移動はしないんですよ。全然飛べない道もあって、これだと今度は分かれてて、細かく分かれすぎて、今言ったような大雑把な話はできない。山本に見当たったカタツムリはそうですね。カタツムリの種類ってのは本当にちょっとしてこう川の境にして残ってくる違う。カタツムリの仲間って結構島にいるんですよ。小笠原なんかで。これは鳥が運ぶのね、ある。マイマイ、なんか毒。小さいから見るんですけど、住所が見るんです。大事なのは、保管と見てるとあれですけど、丁寧に見て、徹底的に調べると、いろいろ面白いから。
ベンチードゾーンって言うね。これは決めて僕は取ったんですけど、これも本来は九州って言うんですけど、決めるまでは九州なんですね。ちょっとそのゾーンにとって、それより東に行くと言いません。うちの今日のほとんどが海だったんで、西があんまりいないんですよ。だから僕、岡山とか兵庫とか、広島の大部分が西にしない。あんまり面白いものいない。やっぱり昔から有名なところっていうのは、中国地方では大山ですね。大山は日本列島が分かるときからすでに行くだけなんです。今年調べようと思ったら佐渡と、佐渡の最初から島で古い島なんです。岡山県なんてほとんど海だったんで、あんまり面白くないって言われて、愛知県出身なんです、はい、愛知県は面白いなところもありますそのゾウムシを見たら地球が分かるっていうのはそういう意味ですね。だからあ地球になりますよね。あ、まあ、日本の大体地球が分かる、うん、あさっき言ったように四国は一個じゃないのかな。そういうふうなことはなんとなく分かってますね。そのゾウムシに限らず限らないですよ。それはみんなさん知ってるでしょ。日本にライオンはいねえって。あでどこでいなくなるんですかね。どこでいなくなるんですかね。どこが社会になってライオンがいなくなるんですか。ライオンがいなくなる。あれはもともと中近東にいたんですよね。そうなんですか。そうです。人間が滅ぼしたんですか。それじゃあ砂漠は関係ないってこと。いや、わかりません。それ砂漠が関係ないから。日本オオカミを滅ぼしされたって、そういう関連で考えていいですか。日本でもいろいろライオンがいなくなったでしょ。はい。ワニの化石も出てますけど、ね、何ですか。高速あたりから。じゃあそのロシアであのマンゴーをお腹に入ったまま化石というか見つかったっていうのは、あれはポールシフトが変わったっていう。ポールシフトですか。それはそこは分かんないんですね。縄文時代はもっと今よりずっとあったけど分かんないんですけど、冬は寒かったですここまで寒いとやっぱり今より、それから今も割と僕は晴れてみたんだけど、僕は子供の頃に普通に見てた道があんまりありませんね。あ本当にちょっと少ないと思ってました。特にここに道端の向こう側にずっとアザメが咲いてるんですけど、アザメの葉っぱにはいろんな虫がついてるはずなのに興味がなかった。今の子供さんたちが見てる世界は僕ら育った世界と随分違うんですよ。細かい点で同じ日本ですね。学校で意外によくアザメ取ってましたけど、中学高校でそんな昔ではない。ここのとこ5、60年とかなとかそこに今よもぎがいっぱい入ってますけど、よもぎの牛もほとんどいない。一匹よもぎ話になったけど、それで人間がいてきたからそれだけ9割も減ってしまった。わかんないですよ。わかんないんですか。まあ、イギリス人の根拠だったら1990年から2020年の間の30年間で世界の昆虫が8割から9割減ったっていう予報となしです。8、9割減るってことはもうほとんどない。僕はそれと人間が少なくなってることが関係があるんじゃないか。生き物が生きづらくなって、
このまま行くともう虫は全滅っていう感じなんですか、ね、それと人間がいなくなるとどっちが早いか。人も少子化でこのまま続くと日本人いなくなりますよ、ね、計算したらすぐ分かるけど、大体今東京あたりで再生産率が 1.2 ぐらいでしょ。夫婦2人で子供が 1.2 ですから1世代に経つと半分なんですよ。それは政府が少子化対策とかでやってるけど、1人で減ったものをなんとか手加えて増やそうと思ってもなかなかそうはいけないんだけどね。じゃあその虫と人間がいなくなったあとって何が生き残るんですか、その。人間は僕が知らない生き物がたくさんありますよ。特に土の中、ほとんど見てないんですよ。最近はカーボンファーミングってね、土の中に炭素がどのくらい含まれているかっていうのを調べて、それでほとんどその炭素は中部従来ですから、菌類です。その中の菌類が重要だっていうことが分かってきますけど、多分皆さん菌類っていうと木の子しか知らないと、あれを伝えて言って菌が繁殖するときに胞子をする。正体は細い紐みたいな網の目ですよ、土の中にある。それを食べてる虫もたくさんあるんで、最近クワガタがよく買えるようになったのは菌糸で食われるようになった。天気が良くなってきました。よかったです。何でも何でも何でもですか。他に何かお子さんでも人の話聞くより外で何言ってればいいから、虫を見てそういう地図が分かるとかっていうのを聞いたんですけど、面白いなって。それは虫を観察してそういうふうなことを調べようという意図を持ってる。撮ってるうちにだんだん不思議になってくるんですよ。あ、なんでこんなに違うんだろう。それは外国行ったら持ってよく分かりますよね。僕はよく近くで台湾に行くんですけど、台湾行ったらそれと違いますから。でも虫自体はその大陸のプレートに関係してくるということになるんですか。プレートの動きと関係してますね。境目とかでもそこから変わると全然違うということになるんですね。大体の場合はだって違う地面がくっつくわけですから、はい、その典型がインドでしょ。あ、こういうと言ったインドっていうのはもともと南半球の温暖な大陸の一部で、北へどんどん上がってきて、はい、ユーラシア大陸にぶつかったんって言われてます。そうなんで、ぶつかって盛り込んだから、ユーラシア大陸側が盛り上がって、はい、ヒマラヤ山脈ができるんです。ヒマラヤ行くと、一緒にすると面白いんですよ。ヒマラヤ行くとね、大体、4500m が樹木の限界なんで、木が生えてるのが 4500m まで。だから遠くから見ても分かるんです、あそこまで木が生えてる。日本だと 2000m 超えたら大体木が生えてるんですよ。 2500m 上がったら全然ない。それで言われると 2000m とか 3000m の峠で虫たくすると結構いっぱい虫がいるんですよ。初めはね、不思議だと思った。なんで日本だったら木も生えないのにこんなに虫がいるんだろうと。木も生えてるし。それで今思うとね、やっぱりヒマラヤがそうやって地殻変動でだんだん高くなったらしい。その間、何百万年か1000万年かかってたんですね。あそこまで高くなる。そうすると、住んでた虫は自分が高いところに上がったって気がついてないんだよね。だから昔のまま暮らしてた。多少寒くなったなとか思うけど、
ゆでがえ現象。え？ゆでがえ。ゆでがえ。ああ。あれマダガスカルってどうなんですか？誰なのか。あれもモノコトアタリのかけらですね。オーストラリアとインドとマダガスカル同じですよ。もともといくら。シーラカンスがまだいてるっていう。シーラカンスあちこちいますよ。え？あちこち行けるんですか？インドネシアにいますよ。あ、そうなんですか。インドネシアのウイチョウでね、アメリカ人の先生者に見つけた。地元の人はね、知ってて、これ食うと原寸法で食べてるんですか、シーラカンス。そうです。僕はあの雑誌に書いてることある。日本の商社はね、世界中から魚買い集めてるのに、どうして気がつかないんだ。インドネシアでこのお湯取れてる。根本的にはね、どうせそうやって手間暇かけて工場みたいにするんだったら、細胞そのものを培養したいわゆる人工肉の方が論理的だと思う。人工肉は食べたくないかもしれないけど、完全にコントロールできる環境をそれでやった方がマシです。物事っていうのは極端な関係あると間はもう保存をしていくんです。昔からの意見なんだけど、農業って本当に中途半端で自然そのものではないし、そうかといって完全な人工でもないんです。完全な人工でできるようにすれば、なんていうか、そこら辺の自分を踏み出して一人に入れてやってるよりもっと先生を飲んでるときはよく分かるかというね。その昆虫を消化できる、その消化酵素持ってるのって、あの昔から食べてる山岳民族とかだけみたいな、そういうわけでもないんですか？チンのチナーゼっていうのはね、あんまり持ってる動物ないんですよ。何だったっけな、多分僕は持ってますね。あ、持ってない人はあんまり食べない方がいいんですよね。そうです。あのちなみにその日本人は生のワカメ、日本人のみが生のワカメだけ消化できるとも聞くんですけど、ああいうの、それは何十世代、何百世代も強いと、そういう生活を入れてないと原始となかなか変わらない。8000年ぐらいかかるっていうのを聞きました。いや、もっとかかる。もっとですか？わかんない。世代交代が早ければ短い期間って言ってますけど。すいません、質問。はい、あの虫が減ってる、聞こえるように大きな声で、はい、虫が減ってるってことなんですけど、この先少しでも虫を増やすために僕らは何か。いや、これわかんないですよ、本当に。なんで減ってるのかわかんないから、人の生活そのものが問題なのかは間違いないので、私の答えも簡単で、昨日も言ったように西町ですね。でこの明かりが相当生活を満たしているかもしれない。コンテニーに巻き込む虫です。虫は大体日暮れ近くから飛び出して、あれは連れを探しているわけです。その行動が見なされちゃいますから。虫は明かりって夜の明かりが好きだと思ってる。月はほとんど無限遠方にありますから、月に対して一定の覚悟を飛ぶんですよ。そうするとまっすぐ飛ぶわけです。それが月が至るところにできちゃったんで、こう回っちゃう、近くにあって遠くにあれば、無限遠にあればまっすぐ飛べる。いつも同じなことで、大体いいですかね。どうですか。よろしいですか。
まだまだ聞いていいんですか？またあ皆さんお弁当待ってます。いや、そうですけど、待ってるんです。いいんですか？あのコロナとあの mRNA ワクチンについてどう思いますか？いや僕はね、最初のワクチンやるときによくもこういうことやれるなと思った。何億っていう人にメッセンジャーRNA入れたでしょ。メッセンジャー入れたってことは、そのメッセンジャーを取り込んだ細胞が、コロナのウイルスのタンパクを作るわけですね、はい。どの細胞が作るのかなと思った。どの細胞がいいわけですよね。一応ありそうなのは血管に関係する細胞はすぐ、だって体にもあるでしょ、血管に関係する細胞。それで、今度そういう細胞がコロナのタンパクを作る、スパイクタンパクを作り出すと、免疫が仮に成立した場合、検出した免疫がね、そのまだコロナのプレタンパクを作っている細胞を攻撃するんじゃないかって、いわゆる自己免疫ってやつですね。そういうことあんまり議論されてないんだけど、現に起こってるんじゃないですか。かなり起こってるみたいですね。それは起こるでしょう。とにかくものすごい大規模な人体実験でした。そうですよね。何億人にやったんですか。はい、それはいろんな問題が起こってる。ちょうど確か今年の3月末で試験が終わったんですよね、人体実験の。で、またなんかいろんなのが出てくるって聞くんですけど、打たない方がいいんですかね。いや、それは知らない。あ、そうですか。だってそれはさ、はい、コロナにかかって自分が困る、それは人に迷惑かけるっていう、そういうことと、そういう副作用の問題のバランスだから、それをどう考えるかですよね。物事何でもそうですよ。裏と表があるから、はい、裏だけあるわけでもないし、表だけあるわけでもない。いつも伊藤先生はまあ地震待ちって言うと言うんですけども、野呂先生は小さな声で喋るでしょ。この大学でもそうだと思いますけども、そうするとね、小さいやるとみんながついてくるんですよ。わかります？だから小さい声でいいんですよ、ね。今日はですね、この皆さんにこういうものを送ったんですけど、これはですね、子どもたちのために安全な農作物を作れる国へっていうふうに、これ昨日は笑わなかったんですけど、これはですね、農林水産省から去年から農薬をやめて、有機や無農薬をしようというふうに言ってるんですね。それが私は虫がすごく小さくなっているのが、やっぱり農水省も 全世界の農林水産省もそれではダメだっていうことがようやく分かったんですけども、2025年に農水省はね、それが2050年って言ってるんですね。私はそれではダメでしょって言ってる。2038年に南海トラフが来るわけですよ。それからこの間からずっと地震があったでしょ。千葉とか石川とかね、全部来てるわけですよ。そうするとそんな2050年ぐらいを、ま、あの2050年に待っていたではダメですっていうことを言ってるんで、だから皆さんが今日野呂先生からお話を聞いたものをですね、あなたの友達にもっとお話しして、こうですよというふうにお話をしてください。それからこれは今年モンベルのこの、ペーパーですよ。で、数月末のやつなんですけども、こういうものもこうに書いてありますので、それを読んでください。それから私どもは、これをものを
セミナーをやっております。で、ここにはないんですが、ここに入ってますけど、9月10日にはですね、私たちが15周年記念公演っていうね、東京なんですけども、それはですね、ものすごい、ここには書いてないんですけど、すごい勉強をやります。はい。それからですね、吉川町は、こういうペーパーをもらってなかったらもらってください。で、今日はお茶が、今日はおにぎりが来てますけども、お茶が来てません。それは、この、上原さんがお茶を作ったものが来てるんですけども、これが、このトップがね、30個しかないんです。ですから皆さんが、なんていうの、持ってる、本編、そういうのね、あれにお茶を入れてください。ね。そういうことでやってくださいね。それから、お茶を欲しい人は、何でも1000円でそうです。本当は1000円じゃないですけど、あそこに何人、いくつかがありますから、それを戻ってください。で、それで皆さんでご飯をして、それでみんなが終わったところで、町長が お話をして、それで皆さんが、1時ぐらいに終了しようと思っておりますので、皆さんがおにぎりを取りに行ってください。お茶と。これが違います。足りなかったものを私たちが買ったんです。あなたたちは無農薬です。はい、どうぞ。で、その2038年の地震待ちの前に、はい、その何かそのもう来てますよ、地震が、はい、その地震の後のことを考えてないといけないっていうことを、先生はもう死んでるから、先生が言ってる、その前に皆さん若い人が自分で考えなさいって言ってるんです。自分でってことですか。はい、そうです。はい、そうです。人ばっかり言ったらダメですと私は思いますし、岩野先生は言わないですけど、そうだと思います。はい、はい、何か食べてください、皆さん、はい、お茶も、はい、一番大変な世代ですね。地震に遭うというか、地震の世界を自分で作ってた。ああ、じゃあこういうところで少し体験してた方がいいっていう。こういうところに入ればいいんだよ。今回でもできるだけどういうところがやっていけるっていう。この時が一番どんなところっていうところだったら、どんどん。
パパン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 、これはな、あれ、あの人ですか、手で食べるのって、あ、お箸で食べてるんですね。どうしますとか見るんですか。どんな映画が好きっていうかおすすめとかありますか。別にですか。この前美しき緑の惑星っていう映画見たんですけど、なんか面白かったですね。冷暖房が突き出してから子供たちが、ね、体温調整できなくなってきたっていうのを聞くんですけど、うん、で体温が下がって体温調整できなくなって、まゆみ先生っていう小児科医の先生が言ってましたね。まゆみ坂尾先生か。
いやでも本当にあの参勤交代がちゃんとできるようになったらすごい楽しいのになと思うんですけど、ならないんですかね。どうやったらなるのかなと思って、絶対楽しいと思う。そういうことですか。それをやるのに5年かかったの。何をやるんですか。あんたが今言ったこと。参勤交代ですか。やるのにっていうのは5年かかったって言ってる。5年かかった。ここに引っ越したんですよ。あその政治家たちがその参勤交代するあれがな本当になれば楽しそうだなって僕は思ってました。だから15年来てるんですよ。去年からずっと、はい、定住してるんです。もともと政治してたんですか。そういうわけではないってことですか。その霞が関、よく YouTube で養老先生が言ってるその霞が関の人たちを参勤交代にしたらいいのになっていう、ね、あれなんか絶対楽しいやるなと思うんですけどね。子供らもなんか元気になるし、ね、先生のちょっとパクリなんですけど、結納論って言ってるじゃないですか。僕なんか結神論というか結紙幣論みたいな、神になんかいっぱいいっぱいになってるっていうふうに思うんですけど、あれどうなのかなと思って神のことばっかり考えて。ここでの動画とか撮ってるんですか。動画とかは撮ってるんですか。撮ってないんですか。なんか多分ここでの喋ったこととかも全国の人が多分かなり癒される人いてるから、あったらいいのになって毎日見てますの動画、なんか癒されるんで。自殺とかとどまる人相当増えてると思いますよ。野郎先生の動画とか見て、それをやったのだから。
これをちょっと情報を高めて、私は旗をつけなければならないみたいなのが怖くて、それのせいですね。サラサラにするといいんですよね。こういう写真は何ですか。あの、このそう簡単じゃなくて、さっきのスキルじゃなくて、網の上じゃなくてですね。はい。今年はですね、自分たちの虫取りを見て、養老先生に一個一個見てもらいたいというのを見てやっていないので。
もうちょっとしたらあと10分ぐらいで、みんなが取った虫をここに来てください。それで、佐野先生がこれが選手たちとか去年よりもこんなものが虫が来てたよとかそんなことをお話をしてもらいます。はい、あと10分ぐらいです。みんな来るってことですか。うわ、電子券に来るの。電子券
が虫捕りを見てもらっています。大人でもいいですが、早く養老先生に虫捕りを見てもらってください。それからお茶も残っておりますから、今年の新茶です。透明な顔が全然なかったので、これゾウムシですか？そうです。あ、これよく見る。九州でもよく見る。いいよ、それ。あげるよ。
ホームセンターですけど、カゴが熱さとかやってなかったんですよ。うん、これですね。綺麗なソースではない、ね、うちのゾーンみたいな話してるところが、寄らないようなところにいましたね。行事関係はないですけど、まあ普通の年中が虫がいっぱい入ってますね。持ち帰られます。じゃあどうもありがとうございました。じゃあ返していきましょう。すごいよ。おお。かなり大きい。小さくなってますね。
どんどん小さくなっていってるんですかね。そんなことない。Thank you.
Thank you.
いやいやいや。